甘味沢立つ。一粒一粒を毎日の食卓で日立かける八代目義兵衛がコラボした究極の IH 炊飯器ふっくら御膳を紹介していきたいと思います。この光沢、こちら大火力、ちゃんと空手作ってる。カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーっスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回紹介したい商品は炊飯器。今紹介します日立さんの炊飯器とバルミューダの炊飯器、こちらはですね対決した動画というのが元の動画となっております。今回日立編というわけで、日立の動画を、おいボールで遊ぶな、を紹介していきたいと思います。日立さんはご飯を美味しく炊ける炊飯器を作りたい、義兵衛さんは土鍋ではなく電気炊飯器で自分たちのメソッドを再現できる電気メーカーさんと組みたい、その2つのですね合わさってコラボして作られたのがこちらの日立ふっくら御膳 RZV100DM です。ちなみに8代目義兵衛とは何ぞやというわけでですね、監督も正直この炊飯器を探すまで全く知りませんでした。8代目義兵衛とは京都で代々続く老舗の米屋、現在京都祇園と東京銀座に店舗を構えております。連日ですねご飯の美味しさに人々が集まり、行列が絶えないご飯屋さんとなっております。今回8代目義兵衛さんが考えるご飯の美味しさなんですが、一粒のうまさ、外交難難というものです。外交難だって何ぞやって監督も初めて聞きました。調べてみましょう。3つ要素がありまして、1つ目、一粒一粒の輪郭がはっきりしている、噛めば噛むほど甘味が広がる、喉元をスッと通り抜けていく、外は歯ごたえがあって中身はもっちりとしているお米です。そんなわけで水加減、火加減、時間を確立したオリジナルメソッドが組み込まれました。特に外交難難の浸し、加熱、蒸らし、この3つを再現しております。炊き方はですね、圧力とスチームのダブル効果で炊きます。最高 1.3 気圧の圧力と最高107度の高温スチームというわけで、一粒一粒丁寧に炊き上げてくれます。機能なんですけども、4つのメニューがございます。1つ目、極上シャッキリ、こちらは時間が32分、カレーやチャーハンにおすすめのキャラとなっております。続いて2つ目、極上普通、こちら50分で先ほど言いました外交難難の炊き上げです。3つ目、極上もちもち、こちら、その名の通りもちもちに炊き上げ冷めても美味しいご飯です。で最後4つ目、極上寿司飯、こちら27分です。料亭の味を自宅で楽しめるために8代目義兵衛さんが監修された極上寿司飯コース、炊飯器の中でもかなり押されているポイントとなっております。実際の店舗でも夜の一部のメニューに日立の炊飯器寿司飯コースで出されているメニューもあるそうなんですよね。で気になる炊飯時間、エコ炊飯が約49分、白米極上普通は50分で、続きまして釜ですね、鉄とアルミニウムが合わさってできた多層な金属釜で作られております。軽量で使いやすい 790g の重さとなっております。やっぱ軽いのは正義ですよね。ちなみにですね、釜の中にある水栓や文字がですね大きく記載されております。これもね大きい方がいいですね。本体デザインなんですが、装飾を最小限に抑えて無駄な要素を削ぎ落としたスクエア形状で作られております。凹凸を少なくして拭き取りや天面を採用してシンプルでコンパクトなデザインとなっております。あと静かに関してもマット仕様に仕上げられておりますので、光沢のある操作部も使いやすいです。はい、さらにですねグッドデザインアワード2019でも受賞しております。じゃあ最後にです、特徴的な機能を紹介していきたいと思います。まず少量ボタン、こちらですね 0.5 から1号までを素早く炊くことができます。これはですね監督すごい使いたいと思います。しかもですねこちら少量でも外交難難の機能も備わっております。あとですねこれはかなり押されているところなんですけども、蒸気ガット、結構炊飯器って使った時に結構ボワーってなんか煙が上がって、場所によってはですね湿気が増えたりカビの原因になる可能性もあるんですよね。その蒸気がほとんどカットされております。湿気や結露を気にせずにスライド式の棚に置いても OK です。続いて最後ですね、スチーム保温、こちらがなんと24時間使えます。保温する量によってまちまちですが、6、7時間ごとに3回スチームが送られまして、24時間ですねお米をしっとり守ってくれます。では開封していきたいと思います。来い！さすがに重い炊飯器をね上から落とすことはできませんので、下から持ち上げはこちらです。タッチ IH ジャー炊飯器 RZV100DMW、 最高で 5.5 まで炊くことができる炊飯器となっております。早速開けていきたいと思います。こっから開けれると
ケルトン、お手入れの冊子、そして取り扱い説明書、写真付きで書かれております。で、白い布が被せておりまして、こちらです。はい、カラーはこのホワイトとレッドがあります。重さはですね、やっぱ結構ありますね。あ、電源コード短いと思ったらですね、伸びますね。これくらいの長さがあります。見てください、この光沢。この下の部分がですね、マット仕様で、天板がツルンツルンな感じですね。操作部ですね。で、ここを開けるとオープン。おお、中を見るとしゃもじが入っております。あ、立てかけれていいね。計量カップ、これは米ですね。こっち、おお、すごい。今までですね、監督マイコンというですね、結構安い炊飯器買ったんですけども、こちら鉄釜、大火力沸騰鉄釜。いや、見てこの結構大きくて、このブツブツ何？そしてこの文字盤めちゃくちゃでかくていい。ありがてー。まあ 5.5 号なんで、やっぱでかいです。そんなになんかめちゃくちゃ重いっていうわけではありません。中はこんな感じになっております。かっこいい。裏側はこんな感じで、そしてこちらで、このね、蓋の開け方押すとちょっとゆっくりめに開きますね。で、ここが、あ、取り外せるように、あ、なっております。え、ここも、お、おお、はあ。え、ちなみにメロディーなんですが、何種類か切り替えることができます。ちなみにこの部分のタッチパネルとなっております。こちらもですね、認識します。5秒以上押してお米を押すと聞こえる。というわけでですね、こちらで早速ご飯を炊いていきたいと思います。こちらの線の部分ですね、今回2号で炊くのですが、下が固めで上が柔らかめです。こういったその調整もできますね。今回は代謝なんで中間目の水加減にしました。はい、では米をセットします。まずお米モードをします。この上の列が変わっていくので、今回は千枚なので無洗米で止めまして、続きましてコース、たくさんありますね。まあ極上普通でいってみたいと思います。炊飯ボタンをオン。52分で炊き上がる予定です。では待っていきたいと思います。炊けました。自動的にですね、保温がつきます。では早速初ご飯いってみたいと思います。オープン。ちょっといいところ取って、ちゃんと、お、いいですね。混ぜてみますね。あ、このほじった時の音、これは絶対美味しい。ちょっといただきます。あっあっあっ、うん、うん、もちもち感やばい、うめえ。これ伝わりますでしょうか、粒感わかる？この一粒一粒がちゃんと形作ってる感じ、これ本当にご飯そのもので食べれますね。はい、というわけでですね、茶碗に盛りました。いや、なんかちょっと待って、見た目がね、めっちゃ美味しそう。おおおおおおん、いや、今まで家で食べてたご飯と全然違うわ。これは好きだわ。うん、うわ、マジご飯だけで進むぞこれ。もっちりしてて美味しい。なんかね、ツヤがある。マヨネーズいきたいと思います。マヨネーズご飯いきます。絶対うまいよこれ。ちょっとうわ、これうん、口の中でご飯の粒が感じられる。一粒一粒が劣っております。あー、うまいわ。うん、ご飯の旨味を最大限に高めるためにもサバ缶いきたいと思います。これは多分100均で買ったのかな。いただきます。うん、うめえ。うん、はい、ちなみにですね、現在この日立さんの炊飯器を食べているのですが、いや、炊飯器は食べてないご飯を食べているのですが、実はですね、もう一個バルミューダのご飯があります。これ炊飯器、うん、ご飯が進みます。炊飯器を同時に2個買って美味しい方を残して自腹企画をしております。うん、幸せ。
ごちそうさまでした。はい、というわけでですね、このチャンネルではですね、自分がおすすめしたい商品ですとか共有したいものをですね、動画として作っております。再生リスト作っておりますので、興味があるチャンネルご覧いただければなと思っております。というわけで、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。クオ。